日本のスーパーマーケットを見て驚いたこと、こちらをね教えていただきたいと思います。キャラクターのデザインは多いですね。イタリアはどうなんですか。ちょっと恥ずかしいんですけれども、ちょっとセクシーな系の写真、イタリアは出ますね。どんな感じ。ヨーグルトとか、はい、oh my god! こちら、こちらはちょっと問題になっちゃったんですね。今回のテーマはこちらです。私の町の日系スーパープラネットオブフードはですね、現在ですね80カ国の人々に見てもらってるんですが、今回はですね特に日本人の視聴者にももっと見てもらいたいということでですね、海外にある日系スーパーはどんなことになっているのかと、まあ、そこをですね、皆さんに紹介していただきたいと思います。これまでシドニーさんからはアメリカのコネチカット州にあるマルイチスーパー、さらにカナコさんからはタイにある富士スーパーを紹介してもらいました。今回はイタリア出身のミシェルさんに日本のスーパーを見て驚いたことを聞いてみました。では続いてミシェルさん、日本のスーパーマーケットを見て驚いたこと、こちらをね教えていただきたいと思います。いっぱいありました。ほうほうほう、はい。一つのはパッケージですね。パッケージの話です。スナックお菓子、飴とか、チョコレートやクラッカー、プラスチックパッケージ、はい、がたくさん入った大きなパッケージで、売っているのが、それは面白いと思いましたね。日本人に聞いたら、やっぱりお土産とか、友達にあげたいときに、それは一番便利ですよって伝えましたが、小分けになってね、ちょうど食べきれる分になっちゃうからね。そうですね。あれ、まあ、賢いよね、日本のやり方ね。はい、ダイエットの時にいいですね。あれいいよ、ね、確かに全部、はい、食べないようにですね。なるほど、いいと思いますが、あれ、それいい、いいとこだね。そうですね。フォアテになってるとこはね、はい、なんであれ真似しないんだろうね。逆に日本人の感覚からするとあれ画期的なアイデアだからよそもやりゃいいのにって思っちゃうけどね。プラスチック問題かな。そうですね、それは。余計なものを使わないってこと。そうね、確かにそれはあるかもしれない。はい、続いては何かありますか。2つ目は、はい、デザインですね。キャラクターのデザインは多いですね。確かに、はい、ラーメンこれはあるとか、まあね、今鬼滅の刃だらけだからな、はいはい、ね、そうですね。ラーメンだけじゃなくて、はいはい、うん、コーヒーとかコンビニにも、スーパーとコンビニ、キャラクターが多いですねと思って、はい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 、はい、キャラクター、ね、観光地、あとシドニーさんがこの間食ってたね、どん兵衛みたいなやつとかも、もうキャラクターだらけですよ。イタリアはどうなんですか。キャラクターある商品は子供のためのものだけです。考え方ね。はいはいはい。それじゃなかったら、ちょっと恥ずかしいんですけれども、ちょっとセクシーな系の写真、イタリアは出ますね。どんな感じ。ヨーグルトとか、ヨーグルト、はい、Oh my God! こちら、はい、こちらはヨーグルトすごいねのパッケージですね。イタリアに住んでた時に普通かなと思って、でも日本に来てから帰る時にちょっと恥ずかしいな。それも、これはすごいよ。はい、これはシドニーさん、かなりセクシャルなことになってるよ、これ。はい。セクシャルハラスメント。
はい。高さがおかしいよ。しどりさん、はい、しれっとなんかまた海苔食べてんの？それは。なんでしてる海苔食べる？なんでしてる海苔食べる？はあ、はあ、はあ。うん。ああ。うん。ああ。もうせっかく今ちょっとセクシーなシーン挟んでたのにさ、ね、これもねなんかちょっと映画のワンシーン的なねエロチックなさあるな。イタリアで生活したらちょっとプレッシャーですね、うん、あのみんな絶対セクシーにならないといけないですね。あこちらあワインですね、お酒。これお酒、うわすごいよね。こんな背中はバッチリね、これなんかボトルの形に多分似せてるんでしょうね、これね。そうですね、はい。わざとそういう背中見せちゃってんだろうな。はい。うわ。こちらもワインですね。うわ。はい。あのちょっとはい、V ネックはすごいですね。V ネックでね。それはいつも普通と思いましたが、来てからみんなは、こちら、こちらはちょっと問題になっちゃったんですね。これ問題になったね。去年にあのそうですね、ちょっと会社にそれはダメですよって言ってて、はいはい。ああ、っていうか、これあれだね、遠くから見るとこれがパンツに見えちゃうんだね。はいはい。そうですね。はい、そういうことだよね。デグスタメの意味は、あの、うん、私の味、なんか、あの、うん、飲んでみてみたい。ああ、そういうことか。それは、さすが、ね、に問題になった、イタリアでも。はい、イタリアでも。ちょっとエッチ、エッチよ、エッチ。エッチよ、シドニーさん、これ。私の味飲んでみてよって。すごいな、そういうことか。いや、最初なんだろう。あれなんか下ちっちゃなビキニなのかなと思ったんだけど、うん、そっか、そういう意味か。あ、次の写真。うん、次の写真。ああ、こちらはお米の。あ、米？米なんだ。はい。米なんだけど、微妙になんかセクシーなことになってるね。うん、無駄にセクシーだね。はい。すごいな、うん。男性のセクシーバージョンもあるのかな。そうですね、あんまりないですね。それは、あの、男性はないんだ。ですね、はい。男性は、セクシーなのは、あの、パフューム、あの、か、時計とか、あの、の、CM ですね。はい。か、あの、コーヒー飲んでる感じ。でも、セクシー、ま、かっこいい感じ。でも、うん、そんな、セクシーじゃない。ですね、ちょっとバランスすごいね、バランス悪いですね。いや、あの環境にいたらさ、自分もやっぱセクシーにならなきゃって思うよね。はいはいはい。子供っぽく見られちゃう、はい、負けだわみたいな感覚ってないですか？はいはいはい、そうですそうですそうですよね。はい。日本の可愛いカルチャーは衝撃じゃないですか？アイドルのファッションもありえないんじゃないですか？まあ、ピュア感じあったんですね。あの、かわいいって言われたら、うん、いや、かわいいじゃないよ。私、綺麗ですよ。あの、イタリアにかわいいのはいいことじゃないんですよ。なるほど。まあ、微妙ですね。微妙な褒め言葉じゃないんだね。はい、かわいいって。可愛いでも綺麗ではない意味ですね。ああそっか。シドニーさんもちょっと日本のカルチャー入りすぎちゃってるから、うん、イタリアカルチャーにちょっとびっくりするよね。はいはい。もしイタリア行ったら、うん、この広告見たら、うん、気持ちブルーになる。一生懸命女性パワー。今年女性パワーよ。でも。うんうんうん、その広告見たら、うん。かなこさんどうですか？タイは
どっちが多いですか、そういう意味で言うと。どうだろう、ちょっとなんか全然気にして見てなかったから、なんかこう何も思い浮かんでこないんだけど、うん、こういう過激な感じなのは見たことはないかなっていうイメージです。イメージ、いやこれでもイタリアのこれちょっと衝撃だな、うん、いや面白いな。はい、わかりました。では続いて他にミシェルさん、あなたが日本のスーパーで驚いたことは何でしょうか。もう一つは、うん、9時ぐらいスーパーに行ったら、うん、あの割引あるのが、はい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 、それはいいですね。もったいないので、あの、うん、行ったらよくないですか。だから、うん、あの50% の割引もあってとかね。はいはい、ね、どうなんだろう、多分日本だけじゃないかな、ああいうシステム。アメリカあります、しろみさん。はい、ありますけれども、ある。例えば、うん、たくさん卵を買いました、冷蔵庫の中になんだっけ1週間ぐらい、でも締め切りは、うん、1ヶ月の前。え、どうさ、何、はい、はい、締め切りしましたでしょ。あの、違うって、違う。大丈夫よ。揉めないでよ、そんなに。割引の卵を買ったけど、締め切りが3日後とか、すぐ消費期限が短いのね。安いのに、普通に定価で売ってる卵は1ヶ月ぐらい持つんですけど、割引で売ってるのは 2,3 日のうちに食べないとダメ、食べないとダメだっていうことね。うん、そういうことね。だからたくさん買いました。はいはい、全然デートみんな忘れちゃった、見てなくて。そういうのあら、だからいつも今私たち喧嘩する。もう食べなきゃダメなんてなって、たくさん買って、うん、あ、そういうことなのよ。卵一つでそんな揉めちゃうんだと思って。大丈夫か。すごいな。はいはい、あれちなみにですけど、イタリアってあれですか、日曜日ってスーパーとか閉まってます？スーパー次第ですね。7時から3時まで。3時まで？ 8 時から3時まで。はい、そうです。いや、なんで？なんで？働きたくないので。そうですね。休みのが、多い、たくさん取ってますね。ちょっと変ですね。あのコンビニもないし。いやだから日本ってびっくりしないですか？便利ですね、やっぱり。あの、便利ですね、いつでも。いつでも空いてるしね。はい、そうですね。買いだめしなくていいかな。いいね、自動販売機もあるし。あるしね。いっぱいあるからね。はい、そうですね。はいはい。わかりました。はい。では続いてミシェルさん、他にあなたが驚いたこと何でしょうか？最後は。レジの人は、あの、スキャンするときに、商品の値段を、言わなければ、ならないことが、ちょっと、それは、何のためですかと思って。カードを扱いしますとか、カードを返しますとか、それは、何のためですか。あの丁寧なんじゃないですか。はいはいはい。いやこれすごい、言われてみたらね、まあ確かに日本人、はい、納豆100円ですとか、ね、いちいち言ってくれてカードを預かりしますって。はいはい。と、あれが驚くんですか。そうですよ。あれ、イタリアで、あんまりなくて、値段も言わないし。そうですね、言わないよね。多分ピッピッって勝手になんか、不愛想なやってるでしょ。はいはい、ピッ座ってるまま、うん、座ってさ。ピッピッピッ。10ユーロです。最後のね、お金ぐらいじゃない。はい、うん。そうですね。全部ナレーションになっちゃいますね。
はい、何してるのか。シドニーさんとかどうでした？最初日本に来た時。同じように日本のスーパーの店員さんや言いますよね。復唱しますよね。復唱じゃないか。いくらですとか、急になんとかですとか。あ、全然。カードお預かりしますとか。いちいち説明します、ね、はい、全然。あんま気にならなかった。はい。一番びっくりは、自分で入れる。袋入れる。ああ、そうですね。はい。ね、なんで、なんであなた入れたくない？あ、店員さん入れない？え、向こうも入れないんじゃない？はい、あのレジヒートはあの荷物袋の中にいらない。うんうん。カゴに入れるだけじゃないの？はい。お客様だけ自分で入れる。うん、自分で入れるよね。はいはい。ちょっとおかしい。え、そんなもんじゃないの？アメリカ入れてくれるの？最近は増えてた。あの自分で、あの、コロナだから。自分でセルフで入れる、はい。コロナだから。前は、あ、はい、レジヒット全部入れる。はい。なるほど。そうなんだ。それは面白いですね。イタリアでは、あの、うん、自分で入れるけど、うん、あの、スペースはないですね。うん、あの、入れるところ、入れるテーブル。ないですね。だからかピッピしたらあの客様すぐあの入れないんですよ。いやいや忙しいです、ね。ええー。はい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 。そうね。あのベルトコンベアみたいな流されてずっともう自分で即入れなきゃみたいな感じでしょ。はい。な感じです。うん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 。ねえ、でもいろいろあるよね。細かいこと言うとなんかこうお札の数え方で足し算して出していくみたいなとか。こう食べ方とも国によって全然違うよね。1,2,3 はいはいはい。アメリカ人とかなんかこういうこうやって出してくればいい。1枚2枚で出してはいこれで5ドル10ドルよみたいな感じ。はいはいはい、はい、その感じ、ね、いい感じよ。そんな感じだよね。あ、やっぱなんかさお札の数え方一つになんか文化の差あるなとか思いますけどね。ね、たまにはちょっとカルチャー異文化情報楽しいですね。はい、はい、ありがとうございます。ミシェルさんどうですか、初めて登場していただいて今日のご感想は。よかったですね、面白かったですね。面白かったですか。はい、はい、はい、すごいスーパーのあの動画面白かったんですね。あね、今度ぜひね、あとイタリアのご家族巻き込んでイタリア情報もお願いします。はい、あとね、国際結婚の先輩シドニーさんもいらっしゃるんでいろいろあの悩み相談、うん、まああんまり参考になるかどうかわかんないですけど、はい、その辺も、はい、お願いします。はい、はい、ということでね、今日はこの辺で皆さんさよなら、バイバイ、またね、バイバイ。